液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーン。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回賀門哲先生をお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいりたいと思っております。どうも、田中メンバーです。こんばんは。で、今日はスペシャルゲストに、バグって花井さんですね。バグネー、バグネー。あー、どうもー。声ちっちゃいぞ、怪談師。いやいや、これヘッドホンで聞いてる。あー、そうそう、でもまた叩かれるわ。また落ちる。また叩かれんで、死ね、死ねって、ブワ、死ねって言われる。うち、そんなんちゃう。あ、そんなんちゃう。あ、よかった、ありがとうございます。でかい。でも、こうやってちゃんとね、スカイプじゃなくて、こう、じゃ生の声が聞こえるから。あのね、うん、あのね、ラジオっぽくなくても、うちはもうボソボソで、あのさっきのね、それでできひんから、あのお好み焼き屋で ボリュームがバカなってる、うん、素人っぽい方がいいです。あ、そうなんですか。雑談風、うん、あ、なるほど。あ、じゃあもう、うん、ちょうど飲んでるからちょうどええわ。ちょうどええやん。ちょうどええわ。飲んでるからもう、いつものやつやってくださいや。あれバグラジオはもうやってないの。やめましたね。あの、バグね、早ない。初めて、うん、その、私、ファミコン名人の教えっていうラジオをもう10年以上やってるんですけど、その時からトウモロコシの解散とかは知ってるんですよ、うんうん。すごいネットラジオが元気な時代で、うんうんうん、あの、ランキングとかがついてて、はいはいはい、いろんなブログで、ね、あの、ポッドキャストがあって、うんうん、で、その時に、うん、あの、いろんな、今、まあ、部長さんとか言ってもわかんないですよね。わかるよ、わかる。あ、部長柏木さん、今、魔女をね、やられてるんですけど、の方のラジオとか聞いたりとかね。関西ラジオ紹介。あ、そうそう、関西。だから、あの、中村祐介さんとかもラジオやられてたりとかしてて、そうそうそう。だから、あの時な、元気な時代やった。その時からの残党ですか。その関西ラジオ商店街に入ってた。あ、入ってないです。入ってないです。はい。あの、東京やったんで。あ、そうか、そうか。そうなんですよ。東京時代ね。東京時代なんです。はい。なんかメランコリックラジオとかなんかそういうのを聞いてましたね。ほんなら、はい、ファミコン名人の教えでもバグネーっていう名前でやってるの。あ、バグって花井っていう名前はそのラジオだけで使ってたんですよ。いやいや、それはバグネー、バグネー。あ、バグネーは最近です。これ気に入ってるの、バグネーっていう言い方。最近、そう、呼んでほしい、呼んでほしいです。バグネー。なんかなんとか、やっぱあの、我々声優なんですけど、あの声優のその先輩で、あの高田真理子さんって方がいらっしゃって、こうね、あのマリネーとか呼ばれるわけですよ。そう、あの林原めぐみさんやから。話し方早ない。めぐね、あのあれ、じゃあのオタクやから、オタクやから話早い。オタクやから早口やね。おぬしそう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 、オタクそうだからオタク小生。あれもひどかったんじゃないですか。トウモロコシのあのメンヘラの会。じゃあ、あれは違うんですよ。あれは顔付き合わせてないから、ああなんていう、聞こえないんですよ、ね、そのスカイプがうまく。ディサみたいな。2人やったら多分うまくいくんですけど、3人でやってたから、ディスってる、なんかおかしになる、うん、ディスってないよ。だって憧れの昔から知ってるもんだって。ああ、うん、うん、そうよ、まあ、生き残りや違うもん。そうやな、頑張ってるよね。そうなんです、頑張ってますね、うんうん、ネットラジオだからほんまはええもラジに行きたいなと思って頑張ってたんですけど、十何年前は。だけどやっぱこうええもにはほど遠いぞっていうのが分かって、だからあの時で出世したんは、あの東京ポト許可局さんが、あれはでもプロじゃん。そうそう、もともとプロなんですけど、でも最初ずっとネットラジオでやってはって、そっから多分地上波行きましたよね。番組ごと行ったのじゃないでしょ。行ってないですか、あれ。中の人だけですかね、プチカシマさんとかそういう。とか、そういう人ら活躍してるのは知ってるけど、番組がそのまま別に。行ってないんですかね、うん、そうなんや。うん、うん。おいや、知らんよ。知らんよ。行ったんやと思ってましたね。うんうん、そうそう、クリラジとかは有料にしてたの。だから今は、番組的には、ファミコン名人の教えというゲームのオチューンはポッドキャストやってます。オチューンはもうオチューンは卒業して、卒業してないと思いますよ。卒業して、あの一人の冠の番組、私とラミーちゃんと松原谷さんと、だから要するにどこネット上でね、どこへ行けばバグネーに会えるんかなみたいな。あ、バグネーに一番会いやすいのはツイッターですかね。あ、まあまあツイッターね。はい、そうです。でもとそのファミコン名人の教えは毎週絶対あの更新してるんで、はい、
水曜は今日も水曜ですよ、水曜収録、うん、土曜更新。あれも今日は大丈夫だ。あ、今日あの1時収録です。あ、25時収録なんで今日は2本撮り。はい、あれもやってるやん。はい、あのほやなさんと。あ、そうそうそう。あ、でもあれ不定期なんですけど、うん、ゲーム配信をやりだして。あ、はいはい、そうなんですよ。それはファミコン。あ、あのいろんなゲームです。VR もやりますし、ファミコンから VR まで、今のやつもやんねん。はい、スイッチもやりますし、はいはい、そうです。最新のやつをね、やってるんで、ちゃんとワイプで抜いてもらってやってる姿を。あ、そのほ、ちゃんとそんなやつなんや。すごい。でも全然無許可やから、あの完全負けますよ、訴えられたら。あれって権利いろ。ダメなんです。だからなんかうちのそのゲームのネットラジオの相方が結構そのやっぱりゲーム作ってたりとかする人やし、一応私も出てる側の人間やから、あのそれはあんまり良くないっていうので、あのうちのネットラジオでは宣伝はちょっとできなくなって、勝手にやってます。そうそうそう、遊んでますみたいな。そうそう、だからまあそのね、まあファミコンキッドっていう相方とやってるんですけど、まあキッド的には別にいいねんけど、息してないの。吐くだけ。そうそう、吐くだけよ。吸わない。エラで皮膚でサメやから。そうそう、でそうなんです。だからあんまり大々的にはそのうちのネットラジオではうちの番組4時間ぐらいあるから。あ、ありがとうございます。やった、これゆっくりやらんと。あ、じゃあビール足りひんわ。喋れんの。疲れる。喋る気やんか。喋るんは全然疲れへんわ。あ、そうなんや。はい、楽な呼吸法。いやいや、まあ僕のことやねんけど、うん、いいですか。あ、はいはい、最初に。そうですね、なんかちょっとただならぬ険しい顔ですからね。ね、もうね、ラジオやってる場合じゃないんですよ。別日にしましょう。ねえ、帰りましょう。すいません。内紛。内紛。内紛、うん、まああるあるやんか。カプレが。カプレズ。あの、カプレズスーベニアショップってね。カプレズ。名前も決まったんで、ね、ちゃんと登録上の名前も決まった。はいはい。僕もちょっと悪かったんですけど、はあ、3人いましたよね。3人いるんですよ、向こうにね、はい、スタッフが。スタッフが、まあ一応俺の友達は由美子さんでしたですね、はあ、あ、日本人。日本人じゃないです。じゃないんですか、うん、あの何回もみんな聞いてるから。そうか、ごめんなさいね。そういう芸名の人、まあ由美子、まあ結構美子美子ってみんなに呼ばれてますから、由美子さんでしょ、はい、でケイティっていうのとダナっていうのがいるんです、はあ、はい、ね、現地スタッフですね。現地スタッフというか、まあ、まあ仲間ですね、はい、だからその一応4人です、はい、須山さん俺入れて4人ですよ。でまあやってたんですよ、和気あいあいとね、うん、ほんならね、昨日か、あ、もう、あ、昨日ですよ、昨日の夜にね、うん、そのケイティいうやつが、ほうほう、もうね、ケイティってですね、僕もね多少ちょっとこいつややこしい感じやなっていう雰囲気はあったんですけど、うん、ケイティがあの、まあ、告げ口じゃないけど、うん、あの諏訪山さんね、はいはい、この仕事は、うん、あとみんなでやるのか、はいはい、もしくは個人事業なのか、おどっちなんや、あ、突っ込んだ話をっていう話を僕にしてきたんですよ、うん、直で。いや、それは俺はね、うん、みんなでやりたいと思ってるよ、うん、一応言いましたよ、うん、まあそれはね、うん、本ならね、うん、なんかそのビジネスライセンスの紙のその許可を取るのに、うん、あ、その紙の上にケイティとダナの名前がないんやって、あ、由美子さんがねだけやと独断でやってると、うん、でもうそれがもうちょっと悲しいってしょうがないんです。ああ、そういうこと、どうなんですか、分かんないですけど、ビジネスの神、神っていうのはだから会社の登記謄本みたいなもんです、はいはい、あ、それって、あ、そうなの、まあそれはそうなんだけど、うん、でも俺の名前もないやんかって、あ、別に、うん、でもそれは俺は外国人やからしょうがないやんかみたいな、うん、確かに、うん、もうあるし、うん、もうそりゃ知らんけど、うん、まあ、慌ててるのちゃうのみたいな、うん、急いでやってるから、うん、その由美子さんもね、とりあえず自分の名前で出したんじゃないのみたいな、うん、いや違うと、ああ、ケイティがね、そんなんじゃない、昔 の, あのフレンドリーな、うん、まあ、ハンブルって言ってましたけどね、由美子さんに戻ってほしいんです、
あ、ちょっと聞こう。聞くんですよ。で、ほんならもう、俺が言おうかと。お前ら自分らで話し合ったらええけど、うん、もう俺は言ったらええんか、うん、由美子さんに聞いたらええんか、うん、いや、いいんです、いいんです。うん、言うからね。A 型ポーズ。そうでしょ。B や言うから。B。全然当たる。関係ないけど、バグネームは何型ですか？何型やと思います？何やねん、それ。知ってるよ。それ。あ、知ってんのか。じゃあ、皆さん何型やと思います。でも、あ、そんなに聞いてない。じゃあ、B 型って嘘をつく A 型です。最悪な。乙女座やね。乙女座やね。あ、嘘やね。もう、いやー、もう、いやー、一番弱いわ。なんでいや、まず B 型のサソリがいい。ちなみにやからな。ちなみにや。ほんでね、うん、で、ケイティ B 型です。で、ケイティに言ったら、いや、いいんです、いいんですって言うから、うん、いいんですっていうことを俺が言わなあかんな思って、ユミコさんに、おい、ケイティがブツブツ言ってるぞ、みたいな。はいはい、言って、うん。ほんならね、ユミコさんはユミコさんで、うん、はい、そうでしょって、うん、いや俺はね、いや違うねん違うねんみたいな言い訳とか、うん、なんかいやそれはその今はそうしてて、うんうん、たまたまやとかそういう柔らかい答えが返ってくるかなと思ったら、うんうんうん、正直あいつらどうでもいいかなと思ってみたいな。ああそうなんですか。じゃあケイティが言ってることがまあ結構合ってるんですね。あ、そうなんや。ビジネスライクになってるんですね。ほうほう。いやっていうのは、いやだってあいつら何もせえへんし、みたいな感じなんですよ。ようあるやん、はいはい。そういうのってようあるやん、うん。なんか、仕事始めるにあたって、一人だけが一生懸命やって、うんうんうん、他やることは分からない。で、他の奴らも別に手伝いたいんやけど、うん、一人でやるからね。そうそう、どう手伝っていいかも分からない。うん、振ってくれればねっていう。とか、と思ってんねんけど、うん、でもこっちはこっちで、うん、あいつら何も手伝わへんわ、と思ってるって、今、ようあることやん、そういうことって。うん、あるある。そういう不満やね、たぶん。なるほど。うん。私がこれ一人でやってるのに、うん、なんであいつら名前入れなあかんのすかみたいな、うん。そういうか、あ、ほんまかいって。いや、それやったらそれでええで、うん。それやったらそれで別に、俺はね、ユミコさんさえいれば、いいんだから、うんうん。そうですね、もともとそうなんですかね。そうそうそう、だからもう別にケイティとダナは別にクビにしても、うん、俺は別にかめへんで、うん、いう話がまず昨日あり。うん、はいはい。まあ、でも、まあ、なんとかね、あの、仲良くせえや、みたいな、うん、感じでやってたんですよ、うん。ほんでね、それとは別に、うん、店のね、ひさしをどうするかっていう問題だったんですよ。ひさしがね、ついてて、ほんでね、現状というか、もともと借りた時に、割と可愛いひさしがついてたんですよ。うん、ちょっとレトロな感じ、うん。ブリキに色を塗ったね。うんうんうん、で僕はね、それが気に入ってたんですよ、結構、うん。気に入ってたから、前にね、ケイティがね、うん、ケイティが、これややこしいんですけど、うん、まずその時、ユミコさんはインドネシアに遊びに行ってたんですよ。はい。大事な時期に。大事な時期に。別に、それはいいんです、うん。インドネシアに遊びに行ってました。うん、その間、ケイティとダナが工事現場を見てくれてたんです。はい。で、ケイティが、諏訪山さんね、うん、このひさしをどうしたいですか、うん、言うから、あ、その現状残しといてくれと、はあ、で、ただ色だけ白と黄色に塗り替えてくれ、うん、言ったんです。とにかくそれは生かしで、うん、まあ、金ももったいないし生かしで白と黄色でねやったらいい、うん、言っといたらほんならユミコさん帰ってきて、ユミコさんがまた同じ質問してくるんですよ。はいはい。どうしますか。どうしますか。うん、いや違うと言います。はい、言ったよと。俺はあのケイティに言った、うん。あのあれをね、うん、残して白と黄色に塗ってくれ、ね。ね。で俺は言ったと。でそういう希望を持ってるんや。はい。で分かりましたって、うん。ちょっとあの明日すぐね。じゃあ私工事現場行って、うん、指示しますと、工事がどうなってるか見ます、うん、でもしまだ工事してなかったら止めます、うん、みたいな言い方なんですよ、うん、だからなんかね、悪い予感をましたんですよ。なんかズバズバするんですよ、うん、ほんで止めますっていう、うん、どういうことね。ほんでその日があって次の日っていうのが昨日だったんです、実は。あ、はいはい。わかります？昨日。ほんで昨日、うん、その日差しの話は何にもなかっ
はい、なくスルーで行ったんですよ、はい、その問題が出たんですね。その問題は出たけど、ひさしの問題はスルーで行った、はい、ほんでひさしどうなってんのかちょっと思ってましたよ、はいはい、思ってたけど、まあケイティにも前言ってるし、うん、まあうまいことやってる、うまいことやってるやん、うん、ほんならね今日ですよ、うん、日差しの写真がパーってきたら、うん、もうなんか変わってるんですよ、え真っ白い、なんか白いのがついてる、新しいの、新しい、いやいやちゃうやろって、うん、ゆみこさん2人に言うてますもんね、言うてるし、うん、これはちょっとおかしいなと僕も思ったんですよね、うん、で別にどっちでもえっじゃあどっちでもいいですよ、うん、そうですね、けども、うん、聞いてきたしね、そうそうそう、うん、まあまあやらしい話、うん、まあ僕も舐められたらあかんじゃないけど、うん、いっぺんちょっと言うとかなあかんな、うん、ね、うん、いっぺん言うとかんと、うん、これはもう俺の希望を伝えてるんだから、うん、それはその通りにしてもらわないと、はい、いかんということで、うん、怒ったんですちょっと、うんうんうん、どういうことやねん、どういうことやねんと、うん、ね、うん、で問い詰めたんです、うん、でケイティにもお前ケイティお前俺これこない言うたやろ、うん、言ったらいや私も言ったんですけど、うん、言ったんですかケイティも言ったケイティも言っとんねん、ここややこしいとか誰やケイティも言っとんねんけど、うん、いや実はユミコが、うん、あの屋根があんまり気に入らんって変えたんです、言うねん、ほんで俺もユミコさんに、うん、いやちゃうやろって、うん、ケイティがこう言うてるぞって、うん、そのスクリーンショットをパッと送った、はあ、それ日本語じゃないですよね、もちろんもちろん、うん、送ったんですよ、はあ、ほんならユミコさんちょっと間が空いて、まあ確かにユミコさんが気に入らなかった、私がまあ気に入らなかったんです、それちょっと問題ですよ、いやって言うんよね、うん、で僕も腹立って、うん、いやそれはちゃうやろって言って、うん、さあの俺の意見も、うん、そこは尊重してくれないと、うん、あかんやんか、うん、ああそうか、なるほど、ユミコさん的にはじゃあもう工事が進んでたんすよって言おうと思ってたよ、そうなんですよ、それを諏訪山さんは僕が問い詰めたから、うん、でケイティに言ってるっていうのは知らんかって、うん、っていうことですか、いやいや知ってる知ってる知ってる知ってたと思うで、でケイティもだって言ってんねんから、諏訪山さんがやったらあかんって言ってたで、うん、でもそこはうやむやにしても工事進んでますねみたいな、もうそうそうそれでええやんみたいな、うん、いけると思って、そうそういけると思って、うん、国柄ですか、まあ分からへんなそれは、まあでもあれちゃう、由美子さんも一応その自分がやるにあたって、うん、そのそういういやこれは嫌やなと思ったんちゃうんですか、もしかしたら、そうやと思うね、うん、でもそうやって一言相談したらいいやな、そうやねん、勝手にやったからね、そうやねんけど、そこがお国柄なんかなと思ったんやけど、いや国柄じゃないな、人は人か、ちょっとやっぱりでも舐めてるんやと思う、あどうせ文句言わへんやろって、だから、まあ、まあ最初はそういう意味では良かったのは良かったんやけど、ほんで今なんです、この今この現在今、ほんならややこしい、ほんでね、ほんならね、ほんでうわーって、ほんならね、もう音沙汰なくなったんですよ、みんな全員。はい、ピタッと。で、まあええわ、思って、俺も、うん。まあええわっていうか、俺もやることあったし、はいはい、で、まあ仕事して、うん、してたらね、うん、で、なんか Facebook ビャーって流れるでしょ、タイムライン。うん、ユミコさんね、今私は橋の上にいます。やばい、もう心よとおさらばや、みたいな。あの見せる写真を出してね、うん、あー見せるやりだしたんですよ、おっと来た、おっと来たよ、おっと来たよ、なんか、うん、俺らのグループじゃなくて、あの子らのグループチャットからもうなんか抜けて、うん、ほんで怒っては、いやほんでもうそっちもケイティ言って、うん、なんとかせえよって、でもダナとはチャットを直接したことなかったけど、ダナにもでも助けてって、うん、なんとかしてくれ、なんとかしてくれや、死なんけどなと思う、うん、死にはせへんと思うわ、死にはせへんと思うけど、うん、いや鬱陶しいやん、そう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 なんです、うん、
それを 見るのも病院なんか言わなあかんやん。だから構ってもらう。病院行ったら、病院行ったらどうですか。そうなんです。だから、あの、おすすめの病院しか治せんでないですから。いや、ちゃちゃちゃ、でもそれはな、メンヘラじゃないと思う、ね。メンヘラじゃないんですか。当てつけやと思うね。ああ。その、あの、うん、子供や、要するにな。おうん。すねたっていう感じ。すねたの。すねとんの。すねとんっすよ。そうなの。ほんでもうダナとケイティにもちょっともうなんとかせえよ、はい、2人に言って今言ってるんですけど、わかりました、すいません、まああのなんとかしますみたいな。ほんでお前もう橋の上におるぞって言ったら、いやいや絶対帰ってきてますから、心配ないです。あのそのもう大丈夫です大丈夫ですみたいな感じで今なってますわ。いやいこしいな。スムーズにいくと思ってましたけどね。あのなんかあのだいぶスムーズやったんですよ。由美子さんのその人としてのなんか、そうなんですよ、今までのフィリピンの人とはちょっとちゃいましたが、それはまあこんなやったらあれやけど、まあね、あのまあそうなんですよ、えっ、ー、とさゆりさんとかチェスカとかとは違う、財布から2万盗むとかなかったじゃないですか、ね、すごいですね。やっぱそうなんですよ、やっぱそうやな、常識人の。いやほんでね、すっごい良かったんです、ほんでね、うん、僕が作るデザインとかも気に入ってくれて、うん、そうそう言う、ね、ほんで盛り上がってましたよね。そうそうそう、ほんでね、もうあの曽山さんが作るやつはね、うん、他のお土産物屋とは全然違うから、うん、いけますから。でも私たちが、ええとにかく全力で、はい、あのサポートしますから、最高ですね、もう行きましょう。うん、盛り上がり、うん、それは売るもんいろいろあるけど、うん、やっぱり私たちのメイン の、うん、あの売り物は曽山さんが作る T シャツですよ。うん、はい、見たこともないくせにデザインを送ってますよ。みたいな感じで、もうノリノリやったんです。なんなのな、ちょっとあれですよね。でも、うん、でも、まあ皆さんは素人やからわからないと思います。うんうん、これは、うん、仕事を始めるにあたって絶対にこういうことっていうのはあることです。あ、人とやるときっていうのは。うん、なるほど。それじゃあまあでもう僕らみたいなベテランになったら、はい、こういう感情を抱くお互いに、はいはい、なんか根を詰めて、うん、なんか物事を始めてその両方が物事を負担し合ってやるときっていうのは、うん、そういう争いが起きる、うん、そういうっていうのはまあどっちの負担割合が多いとか、うん、あいつは遊んでるとか、はいはいはい、そういうしょうもないこととか、うんね、あるいは行き違い、どっちかが走りすぎる、うんね、思ってたことと違うとか、うん、そういう行き違いはあり得るもんとして、うん、僕らみたいなベテランはもう含んで話できます、うんうん、ね、ああ、なるほど。でもあの彼女らはやっぱりまだ慣れてないというか、まだ若いから、うん、いや僕も言ったんですよ、うん、いやその仕事を始めるにあたって何、うん、どういうことが起こるかっていうのは、うん、僕は分かってるから、うん、心配ないでと、うん、素晴らしいじゃないですか。けども、うん、あの僕はね大丈夫です、僕は、うん、こういうことで起こるの分かってるんです、うん、でもやっぱりね、うんうん、だから僕13から行くんです、またああもうすぐ行って、だから看板つけたりとか、はいはい、細かい掃除したりとかで、ちょっと備品を買ったりとか、いろんなことを行ってやらなあかんです、はい、行ってやって、で18日オープンでしょ、うん、一応こんなばっかりやから、うん、いやどうおかしなんねんって絶対そうなんですか、うん、まあそういう面は多少感じるけど、うん、感じるけど、でもねフィリピンの女の人って、うん、働き者、働き者っていうか割としっかりしてるから、ああそうなんよ、うん、まあ、そういう比べ方もだからちょっとなんか諏訪屋さんは舐められてるのかなと思いましたけどね。いやうん、うん、まあ舐められてっていうかそのノリで、うん、もういけるいけるいける、まあまあね、いけるっていう感じで、うん、まあ行ってもらう時ってあるやん人間、うん、確かに、でもなんか一言は、うん
メンヘラでも。メンヘラちゃうもん、ね。いや、ないと思うけどな、メンヘラ。メンヘラちゃうんだから。メンヘラちゃう。まあ、だからね。ほんで、今、そういうことで。ちょっとバタバタしてます。メンヘラもっとやばいと思いますよね。メンヘラでもだから一言言うよってことよ。一応。でも一応一言、ちょっと具合が悪いから行かれへんかもしれへんとか、ちゃんと言うよ、それちゃんと。まあそういうことでね。僕だから、うん、すみません、そういう状態でしょ。うんうん、僕、ベトナムの仕事が、はい、その、どうすか。ケイティとか、ダナ。ダナとか、うん、ユミコ。ユミコさんみたいな状態ですよね、僕。そういうの。どういうこと？問題児として、ちょっと扱われますから。やばなってきてる。違う違う。立場が。違うね。何がですか？あいつらは少なくとも一生懸命やってるから。ただ一生懸命。ね。僕ちょっとね。納期間に合わない。そのだからどっちかで頑張りすぎたなって感じ。そう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 。うん、ちょっとやばいですね。だからでもちょっと納期ちゃんと守らないと。最終通告っていうメール来てたからね。何回もでもあるでしょ。でもな、一人対して最終通告って書いたメールを送るっていうのは。結構なもんやで。そうですね。そんなメール俺送ったことないもん。でも何回もあるで。一瞬開いてすぐ消して。ちょろ？見てない。舐めないでくださいっていうメールとかは。すぐ消して。ちょっとでかなってきて。すごい、ちょっと大きくなってきて。すごい何が問題が。会社が。会社がね。すごい、できるデザイナーとかが結構入ってきて。どうするの？もう、自腹で行くしかないですね、ベトナムは。いや、で、いやいや、何度か。呼ばれんの？何度か繋がってます。何度か繋がってます。呼ばれる？何度か繋がってます。可能性ある。最終通告ってのは、ね、チケットを取らへんからってこと？まあ、遊びで飛んだりしてましたけど、はい。タイに？タイとか。あ、それで怒ってはんの？やっぱり。いろいろちょっと、積み重なっても。まあ、ここから取り戻すぞっていう感じで僕も。じゃ納期も守る。そうそう、そういう感じでな。いや、そういう感じでな。もう、納期っていうのは、守るのが、まあ、普通やからね。そうですね。うん、まず、それ前提やから。でも、もう、10周年の周年に、納期が間に合ってないとかが、もう、やばい。あ、10周年って何の10周年か。いや、1周年やで。1周年か。1周年に、大事な1周年の時に、納期守られへんかってんな。いや、まあ、ええやん。はい、もう、まあ、ええやん。でも、あれっすね、その、何でも何でも何でも何まあ、やっぱり、ちょくちょく行かなあかんってことですよね、須山さんが。現地に。まあ、そうやな。そうやね。ほんでな。思う。ほんでな。そうやね。ほんでな。俺ね、外でちょっと撮影してたんですよ。このスタジオの外で。今日じゃないですけど、ちょっと前。撮影ね。はい。写真をね、物の写真をちょっと外で撮ろう思って、ちょうどいい感じやったから、外でちょっと写真をパーッと撮ってたら、その時僕ね、フィリピンって書いたジャージを着てたんですよ。ほんで、バーって後ろからね、自転車に乗ってきたおっさんがバーッ来て、おう、フィリピン！ほんまかお前！バッと俺の方見て、日本人やないかい！ピューって言ったんですよ。ほんならそのおっさんがまだね、ピューと戻ってきて、俺もサマールにずっとおったんや。すごい登場の仕方やな。って言うねん。はい。あ、ほんますかって。あ、サマールっすか。あ、いや、実はまだおるんや。でも来年俺帰ってくんねん。ほうほう。阪神大震災で、サマール行ったらしい。へぇー。サマール何しとったんすか？いや、鶏と豚や。鶏と豚？家畜？家畜、多分それをやってたの。おー、うん、牧畜じゃないけどね。養豚と養鶏をやっとった。ほうほうほう。あ、ほんますか。いや、僕もね、セブでちょっと土産物やろう思とんすよ。はいはい。あ、ほんま。兄ちゃんほんま。やんの。え、こっちで折ってやると思った、はい、いや、そう、まあまあ行ったり来たりしながら、うん、絶対行かなあかんで。ああ、やっぱりそうなんだ。ああ、すごいすごい。なんでなんですかね。そんなもん俺がどんだけ騙されたかって。ああそうなんや。で、あ、ほんますか。まあでもそうっ
確かにそうですよね。最悪こうへんかったらね、何が金取って、まあ ねまあまあもちろんそうやけど、もうカメラ、海カメラつけとく、カメラ買ったっていう、ああってこと、今映ってる時にミラも、あ、別にいいですけど別に、お今更だからもうカメラつけといて、ずっとネットで抜き打ちで見ていくみたいな、まあまあ、そうせんのしゃあない、しゃあない、いやいやけどしゃあないわそれ、いやいやどうせつけるよ、万引きとか、万引きとかもあるし、あの録画もできるやつやから、お強盗とか入っても、ああなるほど、一応つる、という体で、うん、行くけど、まあ、それはええけどね、そうなんや、でもおっさんが言ってたもん、そういうのおっさんがね、うん、話しかけてきました、いきなりそおっさんが一回向こう行った、向こうピューって向こう行った、あって思ったよな、うん、日本人やんけ、別にええやないかって俺も言ったんですよ。まあな。いい出会いですよね。そうそうそう。おっさん同士の。おっさん同士。別にええやないか。うん。そうそう。フィリピン好き同士のね、いい出会いがありました。そういう出会い方ですね。そう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 。いかな、うん、まあ、いかな、ね、うん、まあ、それはだからいろいろあれよ、普通にね、多分嫌なことはね、いろいろあるけど、ちょっと考えなくてね、うんうん、まあそういう感じ、まあもう昨日の話とかですもんね、まだ、うん、昨日今日今今日だから、今、うん、今今日一番ややこしい、悩んでます、うん、まあ、ケイティもナナも可愛いやつですよ、うん、ダナなんか見た目めっちゃ可愛いよ。ああ、うん。それか、もう舐められるわ。うん、その言ってる感じ。なんでね。なんだ、勝手に好きなように屋根やろうみたいな気に入らんからって思いますわ、そら。今思いますわ。今ちょっと思ってんけど、僕冒頭ガモンメンバーって言いましたっけね。田中メンバーって。田中メンバーって言ったよ。田中メンバー。もうわかんない。はい、ガモンメンバー。ガモン、ね。ガモンメンバーです。誰のメンバー、どこのメンバー、決意型ゾーンのメンバー、あ、そうだでも田中俊之で有名やから、うん、まあ、うん、まあでも、はい、まあガモンメンバーですから、ガモンメンバーはその辺ちゃうか、ベトナムの人らも怒ってんの、そうですね、そうすね、ベトナムだけじゃないですけど、ね、だけじゃないあちこちから、うん、まあいいですわ、うん、ほんで、あ、そうね、だからそういう意味で言ったら TOKIO のね、うん、大変でしたね、大変でしたよ、が思うんですけど、はいはい、あのあれってあのジャニーズの力が弱まってきたのか、はいはい、それともその SNS とか ね、もう隠し通されへん時代になったから、うん、もうああいう風なことになった、だって今までって絶対もみ消せたはずじゃないですか、でもね、はい、微妙にもみ消せないのさ、稲垣メンバーの件ももみ消せてないし、あれ全然悪くないもんね、今考えたら、なんであんなもん で裸で、あ、それ草薙メンバー、ああ草薙メンバーかそっかそっか、稲垣メンバーだめ、怪我さしてる、そうそうそう、あかんあかんあかん、だからやっぱり警察沙汰になったら隠し通せないんですか、うん、そうそうそう、でもメンバーって言うてくださいって、いや容疑者ではないね、あれは、あ、そうか、あれはでもあの何他の人もメンバーって言ってるの、だからジャニーズだけじゃないの確か、あ、そうなんや、そうなんですよ、あ、なるほど、だからそれはジャニーズやから、そういう言い方があるってこと、ジャニーズやからっていうことじゃないね、うん、って言ってたで、うん、あのいやでもジャニーズの力弱まってるのかなと思って、そう、弱まってるんかな、でも弱まってると思うんですよ、だって多分スマップもあんなのあったし、うん、そうそうそう、あれがむちゃ思うでしょ、もうスマップあんなのあったし、まあね、渋谷に座る、うんうん、まあそうですね、の件とか、まあいろいろね、ちょっといろいろやっぱりある、うん、そうそうそう、という話は出てますよね、
だからこれからいろんな男性アイドルとかが出てくるんじゃないかなと思って、うん、だから今までウィンズとか押さ れてもね、三浦グレートチキンパワーズとかね、そう、うん、全部、うん、ダパンプやったっけ、うん、そうダパンプもギリギリなんかダンス、うん、なんていうんだ、そのダパンプの最新アルバムのジャケがめっちゃダサいって噂になってますよね。ほんまだから地下男子アイドルみたいなのがこうちょっとこう出てくるんじゃないかなと思って、うん、私は思ってるんですよ、そのね、まあ、地下というかいっぱいいそうですもんね、他のそのトリプル A とかも、あ、そうだからあれは一応男女混ぜてるねん、そうだから言われるから、うん、だからフォルダー5とかになって一応男女したらこう行かれへんから、うん、だけど今多分その力が弱まってるんやとしたら、生き、うん、のいい男性可愛い男の子たちがこうアイドルたちがボコボコ出てきだしたら来だすんじゃないかなって思ってるんだけど、そう一応うちら的に推してるグループがあるのはあるんです、うん、男子のですか、男子の、何ですか、ユニオネ、ユニオネっていうグループがあります、うん、それ日本人ですか、ね、混成いろんな国の、あ、ほー、ユナイテッドワン、UNIN ワン、N-O-N-E、 じゃあ日本人もおる、日本人もおるかもしれんね、出てくるんちゃう、出てくるんかな、うん、一応レコード大賞の新人賞は取ったんです、あ、そう、はいはい、でもそれがやっぱ潰されんとおるってことはもう、だからその辺がグーッとね、活躍しやすい感じが、ね、うん、来るかもしれない、だからやっぱ弱まってんねんって、まあでも弱まってるというか、もうその山口メンバーがどうやっていう話やんか、山口メンバーが、あ、でも板尾いつじさんが今なんかもうそんなに問題になってないじゃないですか、もうあれ中学生とかだったんでしょ、まあ、でもあれは時代どういうの、あれもだから山本さんと一緒でレイプじゃないや、無理強いはしてない、合意のもとってことですよね、いや多分ね、いや知らないですよ、山口メンバーだから合意じゃないからってことですか、山口メンバー合意じゃないやんか、合意じゃない、え、でも、あ、そっか、何したと思います、山口メンバー、いや、わかんないですよ、これあんまりね、こういうこと言うのあんまりええことないって言われてるんですけど、一応今出てるのでは、え、キスだけじゃないですか、顔を舐めたって言ってます、俺と一緒です、あ、そうです、俺が、あ、でもそうやな、でも自分のお父さんより年上かもしれへん人に舐められるのはちょっと嫌かもしれへんな、うん、いや、俺があのタイのあのタイのね、MP で、あ、そう、金魚鉢がざわついたやつのね、あの好きな話、そうそう、好きな話、金魚鉢がざわつく話、その嫌がるね、金魚鉢の女性のね、頬骨の辺から舐め回していきました、はあ、ねえ、あれだから須山さんがジャニーズやったらもうやられてますよね、あれ、でもそれちゃんとさお店でそうやで、ちゃんとそういうお店やで、ね、あ、そうか、うん、じゃあ お金払ってもそんなんやねんで、そんなに嫌がられてるんで須山さんはっていうことは、お金払ってない山口メンバーどんだけ嫌かっていう話やん、女の人が、まあでも、うん、自分のお父さんより年上の人とかにやっぱ、いや、年齢は関係ないやんか、年齢は関係ないっていうか、うん、ね、まあその好きやったら別にいいわけじゃん、まあ、好きやったら別に、うん、でもなんで家に行ってしまったんですかね、じゃあ、あれは行くよ、行くよ、そら、なんでですか、だって司会やで、かあの番組の、それはもう、やし、別にその行くのこと自体はいいかもしれへんや、うん、別に、あ、おっちゃんの家行っていいみたいな、うん、で来て夜でしょ、うん、まあゲームでも、まあそら夜でも出歩く、こうは出歩くやん、うん、だからお前お母さんにちゃんと連絡しとけよみたいな、うん、ハニートラップってことは絶対ないってことですかね、まあ、そうは考えたくないですよね、うん、だからほんまはそあの子も分かっとったと思うで、あ、これやばいと思って、だから友達連れて行ってるやん、うん、うん、悪い大人がバックにおってとかじゃないってことですかね、いやそれは違うと思う、それとあと家計、あの、なんていうの、陰謀説あるじゃないですか、まあそれは違うでしょうね、それは陰謀説はちゃうんですかと思いますよ、そのこのタイミングで出すのはちょっと、まあ陰謀説やとしてもやってるのあかんですよ、あかんです、うん、だって実はナックルズに乗ってたよ、実はナックルズに乗ってた、全てが乗ってた、全てが乗ってたね乗ってた、 Z さんね、 Z さん、だから、うん、あの一人辞めてるんですよ、
ナックルズでは。そんなちょっと、まあ結構何回も。2人。え、ジャニーズだよ。あ、いや、その R の法則の。R の法則の方が。っていうのがナックルズに書かれてて。あ、そうなんや。だから、多分僕はもうナックルズを読んで思ったけど、もうずっとやってたなっていう。山口さん。なるほど、なるほどね。だから離婚の原因も女子高生ともなんかトラブルらしいんですよ。あ、そうなんや。ほんならもう完璧アウトや。うん、それで、だからよっぽどで、言ったんちゃうかなと思って。ああ、もう、あっていうか今までは黙ってたやつがいっぱいおったけど、うん、その子は黙ってなかったってことや。うん、お母さんがもう噂が回ってたようなもんですよね。気ぃつけろ。でもだってその子も言うたら芸能で生きていこうって思っている腹くくってる子やねやったら、もうだってそれがダメになるわけじゃないですか、自分が言うたらね。まあそんなことないでしょ。ダメにはならんか。ならんよ別に。あ、じゃあ言うか、うん、いや、ダメになるとしたらそれはおかしな世界ってことや。うん、被害者が干されるっていうのはおかしいわけじゃん。だからその、だから、まあ、でも今もそうなってますよね、なんか、特定されて。特定された。もう特定されてます。特定され、顔写真も。でも、そうそう、もうすごい言われてますよ。叩かれてますね。やめなさい。やらかしとみたいな。そんな可愛ないとかね。山口くん、おーみたいな。うん、これ AV で見たらハズレやでとかむっちゃひどいこと書かれてるんですよ。花井さんも言うな。ひどくない？そうそう。ひどいですよってそんな。いやいや、うん、うんこ食べさせられる顔だとか書かれてるんですよ。いや、まずだから、ひどい。そう、電話番号を知ってること自体がやばいっていう。そうっすよね。うん、ら俺らがさ、そうそう、そんな子供の電話番号知らないんですよ。なんかね、知らないっすよ。あの、うん、高校の教師やってる、うんうん、男の子がいて、うんうん、その人はもう女子高生と絶対、うん、あの生徒と一切 LINE はしてはいけない、うん、もうとにかく SNS をしてはいけないっていう決まりがあって、うんうん、生徒とそのプライベートでの関わりは絶対にやめろっていうのがあって、うんうん、もう学校から言われてるって、だからそういうレベルでちゃんと捨てなかったね。もう大体手出してるからね。そうそうそう。まあでも山口さんなんか今まで拒まれることっていうのはなかったやろからね。そりゃそうでしょうね。ないやろ。ないやろ。俺でもええわ。うん、俺も。ええー、私永瀬くんがいい。俺もええよ。永瀬くんがいい。あの、タイでやったやつと比べたら全然ええ。うちら永瀬くんと同い年やからね。もう。ああ、そうか。もう浜崎あゆみと結婚しててほしいなって思うよ。永瀬ってそんな若い？そう、永瀬くん、あとあの、浜崎あゆみちゃん、ほんで、堂本光一さんはうちら同い年ですわ。あとは篠原智恵さん。ああ、そう。同い年ですわ。そう。まあまあ、とりあえずちょっと先に整理しとかなきゃな。時代は、松岡メンバー以外は O 型です。松岡メンバー A 型です。うん、松岡メンバー A 型。A 型なんや、マボ？松岡メンバー、ね。マボ、はい、A 型。へぇー。いや、ほいでね、僕、実はまあ、誰とは言わないですけど、はい、時をだけはちょっとだけつながりあるんですよ。そうかすかにつながりあって、誰、いや、その中でも、うん、山口メンバー、まあ、みんな仲いいねんけども、山口メンバーには困ったもんなんやみたいな話はちらっと実は聞いてました。昔から、うん、やっぱり昔から、まあ聞いてました、うん、軽くね。まあ、ちょっとなんか山口メンバーだけやんちゃっぽいというか、うん、あ、感じはするよね。なんかマボがちょっと昔はやんちゃっぽいかなって思って、だってピースをヤンキーピースしたんですよ。その絶対写真撮るときにこう袖をこうね、うん、全部ピース出さずにこう指の先だけこう2本だけこう出すこうヤンキーピースをすごいしてたんですよね、うん、だからあ、うん、なんかやんちゃなのかなと思って、うん、マボはね。マボってそれ松岡やろ。そうそうそう、マボって言うん。いや、だから山口メンバーがヤバいっていう話やって。だから、ちゃだからマボの方がやんちゃやと思ってたってこと。思ってた。そうそうそう。実は、山口さんは真面目っぽいけど。山口メンバーやったんやっていう。うんうん、でも、もう、あれですよね、辞退。辞表出して。辞表もうやめ、ね。ほんでね、あと一つ、この出てたんが、R の法則に出てた、はい、ジャニーズのやつが2人辞めてね、うん、へぇー、2人なんだろうか。若い、若い子も行くってこと。いや、だから
そいつらもつるんでなんかしら。だからあれやん、ようあるやん、その女の子ちょっと呼んできてやみたいな、うん、見繕ってこいやみたいなあるやん、うん、間に入らされて、うん、そこで早く女が集められたもんがやっぱり業界では上にのし上がっていったりとかするからね。何者なんですか。だから麻雀、だからまあ、麻雀できる人、鉄マンできる人、はいはい、ほんで、あと野球チーム持ってたりとかする人。それは声優の話じゃないですか。次、あの、いや、ちゃう、声優の。じゃあ、大きい事務所はみんな野球チームとか持ってんねん。そう。ジャニーズはまた別じゃないですか。ほんで、あとは、まあ、最近やっとこう、モンハンとかが入ってきて、そのネットのゲームとか入ってきてるけど、うん、その中でやっぱ女を、あの、うん、コンパ、やってやみたいな感じで、いかに早く揃えるかっていうのも結構なポイントに入ってくるねんって。うん、それは気に入られるようとは思うけど。そう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 。でもなんか、最近僕読んだやつは、そうかどうかわかんないですけども、スタッフが教えたって言うてますよね。ラールの法則のスタッフが女子高生の電話番号を山口メンバーに教えたって。だからまあ聞いといてとか言ったんちゃう。ああそうかそうかそうか。山口メンバーが教えてって言ってるよ。自分からはいかへん。でもスタッフは知ってるやんか、電話番号。もちろん、ええ、聞き出すってこと。いやいや、そのやり取りせなあかんやん、あのいついつ収録ですとか、うん、女子高生とか。いやそうそうそう、だからそれなんで直ではいかへん。でそれを山口メンバーに言ったんちゃう、電話番号で。山口メンバーが、山口メンバーだけどって言っていきなり LINE。 山口メンバーが直接行けばいいやん。じゃあ、いやだからそれはあのいろいろ問題あるやん、ジャニーズやし。じゃないの。あとやっぱりね、もう脱もうな、ん、脱何、あのアイドルも人間宣言した方がええわもう。別にええねんけど、だからやっぱ他人に無理強いしたりとか、はいはい、それはダメ、うん、セックスすんなって言ってるんじゃない、うん、うん。あとベース誰が弾くんっていう話するんだ。ガモンやガモン。そうベースできんの。EB かガモン。 EB か EB0 ガモンやろ。入れてくれるかの時は EB0 ガモン。すごいの。 EB0 ガモンって山口メンバーの代わりって言ったら殺されそうやな。すごいな。おっす。あ、でも若い方やからな、東京のメンバーなんかやったら。まあ、永瀬と同じ。そうそう、でも、そう、永瀬と同じ俺でも、うん。若い若い方よ。アンビシャースって歌うで、俺。歌える空船とか歌える。空船歌える。歌える。あと、うん、あと、あの、やっぱり僕が問題提起したのは酒の問題ですよ。酒ね。酒は悪くないんですよ。私酒が悪いって言われるのがダメだ。それは人がダメなんです。酒は別に悪くないんですよ。嗜好品なんですから。タバコと一緒ですよ。だからそれは、うん、花井さんがもう酒にやられてるからです。じゃあそんなん言うたらタバコ私はもう吸わないんで、タバコ悪やって。いや、タバコ悪か。いやだからタバコと同程度悪いっていう。同程度悪い。じゃあ聞き分けですわ。じゃあ酒ってめっちゃ迷惑かけるやん。いやでも覚醒剤より迷惑かけへんよ。まだ覚醒剤は禁止やから。そうそうか。酒は禁止じゃないや。いやでもだからタバコを吸うぐらいだったらタイマー吸ってほしいんです。なんで？タイマーは捕まるやんか。いやだからタイマーの煙の方がまだなんかあの体には良さそう。あの本数いかへんからな。うん、ってこと。で気持ちいい感じなんで、で家で引きこもってたからだからもう分かった。だから、うん、酒禁止。タバコ禁止、タイマー OK、解禁。あ、そしたら私も寝やすいわ夜。なんでタイマー？お酒飲まないと寝られへんけど、もうスーッと、もう夢見心地のままスーッと寝れるわ。もう一日あった嫌なこと全部。僕らやったことないから知らんけど。全部忘れて。僕らやったことないから知らんけど。うーん。だからいやいや、どれも酒の問題はあの思ったより大きいと思います。やっぱり。でもやめてやめて。酒飲んでなかったらちょっとね、実際。いや、アホか、そんなもんないわっていうのは、男子会やってるやん。男子会。ああ、男子会ありますね。男子会、はい、男子会。ある、うんうん、あれね、アル中の人らが集まって、はい、セミナーみたいな。セミナーみたいなんで、はいはい、お酒をみんなで頑張ってやめようっていう。
もう1年飲んでませんとか、うん、そういうのがある、あるんですよ。あれをね、あれがね、ドラッグみたいな、どこで僕見たかって言ったら、うん、あれ虫フェス、へえ、あ虫フェス僕らやってるやん、はいはい、あれの、はい、下の部屋で談笑会やってた、知らん、あ知らないです、やってたっつ、はいはい、ほんでね僕それをパッと覗いた、談笑会やってた、うん、やってた、やってたでしょ、やってた、見ました、見ました、見たでしょ、見ました、パッと僕覗いたらやっぱりね、酒買いをもっと告知しろみたいな、うん、感じで書いてた。だから酒の悪い面をもっとちゃんと教育しないといけないでしょって、はいはい、あの人らは恨んでるんですよ。だから酒飲んでこんなことになると思ってませんでしたと思ってるわけ。じゃあタバコもやっぱりその、だからタバコはだから肺がんの写真とか、肺がんの写真とかやった方がいいわ、やってるじゃない。だから酒もそういう感じで酒を守ろうとしてるやん。守る、だから、うん、じゃあもうすごく税金をかけましょう、タバコも酒も飲めんようなんで酒。せやねん。だから、そしたら台湾はちょっと会計してくれんか。いや病院行ったらいいんじゃないですか。ずっと悪夢を見るんです。あの寝るのが精神病に行ったら、だから酒飲んだらいける。あのね、寝るのが、私すごい寝るの好きなんです、うん。でも夢を見るから嫌なんです。あの夢が全部悪夢なんです。しかも、うん、小学校の時から同じ夢をずっと見てるんですよ。どんな夢ですか。追いかけられる夢 で、うん、でそれが、うん、あのバタリアンみたいに増えていく夢で、でも私がもう、うん、あの最後まで残るんです私で、それが、うん、しかも思うように速く走れないんです、はい、で四つん這いになって地面を手で持って、うん、手の力でも走るんです、うん、はい、そうで飛べるんです。飛べるんやけど、うん、これがまた、うん、あの自分のタイミングでこうやったら飛べるじゃなくて、うんうん、なんかの分からへんきっかけで飛べるから、自分が飛ぼうって思っても飛べなくて。いや、だからそれ、めっちゃ夢っぽいで、みんなの。そうそう、いいでしょ。で、それをずっと小学校の時から同じ夢をずっと見てて、で、足途中で。最後そのバタリアンに食べられるの？あ、違うんですよ。そこで、これ夢やっていうのに気づくんです。はい。そう、ほんなら目覚めるんですよ。あ、これいつもの夢やって、はって気づくんですよ。そうそう、それで目覚めるんです。はい、はい。それが辛い。やっと夢やって気づいて、あ、これ自由に。それをほんなら酒飲んだら、あのね、すっとね。ただ2時間で目覚めるんですけど。そう、夢見ない。夢見ないんですよ。だから、うん、あの夢をずっと見ずに寝続ける薬が欲しいんですけど、それ死んでんのと同じやなって思ったんです。いい夢みたい。いい夢を見たい。いい夢を、いい夢見たことがないんですけど、うん、全部悪夢なんですよ。だ病院行った方がいいです。そうです。全部悪夢なんですよ。あ、だから寝るのが怖い。あの全部歯がやっぱ抜ける夢とか。歯抜ける夢はやばいですよ。やばいでしょ。夢占い的に。そう。どんな夢？あのもう不幸なことが起きる前兆です。あの生まれ変わるっていう説もあるけれども。ないない。そう。生まれ変わるは死ぬとかそうなんですよ。もうなんかそんなんばっかり。イカを大量に産む夢とか。それあのそれ小学校なんですけど、そうそうそう、イカ好きなんですけど、小学校の時に見て、本当に未だに覚えてるのが、その自分の、あの、自分の身長、体重よりも、明らかに多い量のイカをずっとこう出されてるんですよ、股から。ずっとイカを出されて、山積みになってるんですよ。でも止まらないんです、イカが。それはちょっと悪夢悪夢。あと、あの金ちゃんに殺される夢ね。あの金ちゃん、萩本欽一さんに、私面取りになってるんですよ。ああ、鶏のメスね。で、段ボールの中に私入ってて、パッて開けられて、金ちゃんが覗いて、また卵産んでないよって言われるんですよ。怖っ。ほんでまた閉められるんですよ。で、また次の日になって開いて、日の日でしみたいな。また産んでないよ。それめっちゃ怖いよ。また閉められる。それでいったらそれ。また閉められるんですよ。で、また開けて、また産んでないよ。もう食べるしかないよ。って言って、ナイフをガーって振りかざされたところで目覚めて、そっから私、金ちゃんの滑走対象見れないんです。ほんなら、大人になって、ガモンさんと出会って聞いた話に、その金ちゃんはものすごく運を、なんていうの、重んじる人で、その、玄関先に金魚を飼ってて、家に弟子なに金魚一匹ピッて殺して、それが悪いことを全部金魚に背負わせて。ほんまな、それ。金魚はほんまやったかな？それ俺言った？言った。え？そう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 。あの、
だからコンビニに売ってるあの本の中に書いてる芸能人の黒い噂みたいな本あるでしょ。あ、それはちょっと俺あのそれはほんまかどうかわからんけど、金ちゃんが出してる本があんねん、運のため方と、運のためるやつね。それは大事なあの番組の収録前とかは、うん、あの、あえてこう怪我したりするんですよ、自分をこけて。あ、そこでで運を貯めるんですよ。あ、いや、運を貯め、貯金ができるってことね。だから骨を折ったりするんです。あの、マイナスのことがあったらプラスが。あ、そうなんですよ、そういう考えなんですよ。そう、全員のそれがこう対象になってるわけ。そうです、プラスとマイナスが。でみんなのなんか、うん、人それぞれの運が全員一緒なんやかな、100しかない。え、どこに生まれてもそれは、うん、そう、うん、で与沢翼の運と俺の運は一緒ってこと。一緒ってこと本当、うん、それで、うん、まあ、そうやったかな、なんかなぜためんねん、うん、ため方の本が、そう、そういう変な考えやん。それを聞いた時に、私がやっぱり小学校の時にすごく敏感な女の子やから、やっぱ怖い人っていうか、そういうちょっとちゃう人ってことを見抜いてたんかなと思って。だから未だに怖いです。まだ産んでないよって言われるんです。また産んでないよって言って毎日毎日、うん、だから自分がこう暗い段ボールの中にいられてるの、うん、1匹だけね、うん、段ボールで飼われてる、うん、パッと開けられてて、うん、明るくなって金ちゃんの顔が出てきて、イカを見ましたって言ったら、イカを見ましたでも面倒やから喋られんあ、そうなんや。で、あの、この間ね、聞いた話が、ま、そう、あ、金ちゃんの話まだ続くんですけど、いやいや、うん、そのゲームのイベントにこの間行ってきた時に、うん、あの金ちゃん の、 あのラジオの作家してる方が、まあ、あのゲストでいらっしゃってて、でその方があの話してたのが、はい、あの金ちゃんのラジオでその作家を募集するっていうので、はいはい、ラジオで募集してて、で送ったらなんかみんなんか結構あのなんかね、断るんですって。そのいざなるとみんな、あ、やっぱやめときますみたいな感じで、なりたいって言ったのに断っていくんですって。いざ金ちゃんから電話かかってきたら、でその人だけがやりますって言ったんですって。そう、ほんでその人があの作家で入った時に鹿児島から金ちゃんの作家になりたいという人が来たんですって。そう、ほんで金ちゃんがうーんって言って、二人で将棋してって言って、勝った方が作家にそのまま残ることにするからって言って、でその人は勝ったんです。逆転して勝ったんですって。その劣勢やったんですけど、将棋で、で逆転してその人は勝って、で作家で、もうその負けた人ももうあの、あ、もう僕に運がありませんでしたって言って、あの鹿児島に帰ったんですね。運大事です。運大事だから、ああそうなんやと思って、金ちゃんらしい決め方やなと思って。もう怖い、でももう怖くて見れないもん。金ちゃんな。迷う。いやだからその酒です。そんな夢ばっかり見るんです。酒の話。酒の話。そうだから酒を飲むとその面取りにならへんし、イカもうまへんし、変な玉ねぎの形をした妖精たちに。だから医療用酒でしたら。医療用。そうそう、医療用だから陽明酒とかってこと。いやだから普通の人間は飲まれへん、ね、酒。あ、けど。あ、そうそうそう、医療用で。そうだからもうそういうメンヘラは飲める。あ、そうしましょう。それがいい。そうしよう、そうしよう。じゃあタバコはタバコはもうみんな吸ってない、うん、ほぼ酒もそうなんじゃん。酒も買えばこれよし。酒もそうなるじゃん。そうか、じゃあそれでよし。あと依存するもん。でもね、酒の話は多分もうテレビ見ひんのだからですけど、出えへんでしょ酒の話ですか、うん、あ、やめろっていう、酒が悪いっていう話は出ないですね、テレビは。だからあれはコマーシャル多いからね、うん、ああもうね、テレビではできないです。そうやな、しがらみが。いや、ベトナムなんか酒の CM 結構あかんですからね。そうやろ、うん、へえ、あかんあかん、あの、あかんで、広告とかでも酒のしとあかん。じゃあタバコは、タバコはいいの。タバコはもう全世界的に禁、あのだから F1 とかももうあかんやん。ああ、マルボロあかんねん。もうそう、だからあれはもう、うん、世界的にあかんねん。で、マイルドセブンっていう名前変わったやろ。え、何になったんすか。メビウス。あ、それメビウスや。 あれだから、マイルドっていう言葉をもう使えない、ね、マイルドじゃないから。あ、そうなの。そう、全然ハードやから。ハードやから。ハード、タバコ自体が。ひょー、
まあ、割と厳しい。ホープとか言ったらダメじゃないですか。ピースピースとか。ホープピースはなあれやけど、マイルドっていうのはちょっとあかん。はあ。だから何十年も後にヒロポンみたいな存在になるなるんですかね。そうやで、昔は良かったんやな。酒もタバコも。酒もねえ。酒はそうなるんちゃう。あんなもん飲んでたんやみたいな。うんうん、やばいやばいって。あ。だって楽しいもんね、酒飲んだら。うん。でもこういう話あんまり先民思想っぽくて問題あんねんけど、はい、うん、モンゴロイドは酒が飲めないように進化してるっていう話がある。あ、僕らですか。うん。あ、そうなんや。酒が飲めない体っていうのは進化。あ、進化なんや。うん。え、じゃあ宇宙人とか飲まれへんねや。宇宙人かどうかは知らんけど、っていうのがなんかネットで、はい、ネットで見たるんです、はい、から見てる人もいっぱいおると思うけど、そういう話もあるんですよ。でも酒なんかごっつい昔からあるんやで。何やったっけ、あのなんかあれやんな、酒ざる、酒が猿が口から吐いたやつなんかそんなんや、あれ、あれで 見たわ。あれ、あのギャードルズやろ。違う。え、ちゃうもん。あいつが俺でじゃなくて、俺があいつでじゃなくて。何何？漫画やん、アニメ、映画やん、映画。何よ。話題になった映画。もうちょっと、もうちょっとヒントちょうだいよ。し、深海の、あ、深海の。ああ、何やったっけ。君の名は。君の名はで、あの、出てくんね。あ、そうなん、酒のあれ。あの、酒のこ、ほんまに、あの、ほんま、最古の酒。え、ギャ、え？巫女さんがこうやって。なんか米を口にしてペッて入って、うん、あ、すごい、唾であれな、はい、あれよ、猿酒。今でもなんかある、あると思うで、そういう、それアイドルのそういう酒売ったやんな。あの嬉しいやけどな、それが。そう、別によだれを飲むんじゃないかな。ペッて、あのそれで発酵させてどうこうやな。そうそうそう、アイドルのアイドル酒、ドル酒。いや、そんなん言うたらタバコもそうやからな。別にせやアメリカのインディアンが神聖ななんかで、うん、多分儀式的なことでってことですか。喫煙してたんを、そうか、そう、みんなだらしなく。どうやって人間に、じゃあ日本に入ってきたんやろな。酒だからアメリカから入ってきた。マッカーサーが入れたん。いやいや、もっと前から。もっと前ですか。江戸時代から吸ってるやん。キセルとか吸ってる。ああ、タバコね、うん。タイマー吸ってたんですかね。それが分からへん。ねえ、みんな言う、みんな言うけど。でもそういう記事、なんか、書物って残ってるんですか。なんか、あんま目にしないですよね。あるんかな、分からへんけど。なんか大麻をこうやって吸ってる絵とかないやん。ないよな、ね、吸ってヘロヘロになってる。みんなで笑ってる、よくなってる。ないよな、なんかみんな用意言うけど。安倍昭恵に聞いたら分かるじゃん。あ、お嫁さんですか。大麻解禁やから。それじゃあ、こっちと同じ意見やんか。そうや、レゲエじゃないけど。こっちと同じ意見。そうですよ。まあ、うん、山口メンバーね、まあ、困ったもんです、ね、だから困ったもんですけど、まあね、なんか、まあ、こっちのメンバーになってもいいですよっていう話ですよ、ね、あ、まあしょうがない、うん、でもどうするんですかね。反省してるやろ。受け入れるために反省してるやろ、はい、バイトすんのかな。血液型ゾーンでラジオする。金はあるやろ。金はでも、まあ、使ってなかったらあるやろうけど。どうしても養育費とか、どこ出身なんですか。山口メンバーどこっすか。あ、調べ。あ、そう。嫁さん誰なの。嫁さんモデルでしょ。あ、離婚してる。離婚してるやろ。うん。だから、ロリっていうことやな。いや、ロリでもない。ロリはあれや、もう、ツルペカ、ツルペタが好きやもん。いやいや。もう毛生えた終わりです。いや、なんで、女子高生も、もう、あれやん。まあ、女子高生はもう、体大人よ。いや、でもその、大体断定されとう人やけど。埼玉県。あ、結構子供やで、その人かどうかは違いますってみんな言ってるけど。でもそんだけ酔うてな、あれからもう何でもええやと、うん、ああ多分で何もしないんだったら帰っていいよって言ったっていう、ね、優しいな、だから2択。俺の聞いてる話では、うん、何もしねえならけーれけーれで江戸怒鳴りつけた。怒鳴りつけたええやん別に。だから選べるんでしょ。だからじゃあ帰っていいんや。だからあれ、花井さん的にはちょっとあれ。え、だって、だって無理やりじゃなくて、一応何もせんかったら帰ってええでっていう選択、二択。あ、じゃあ、じゃあ、それはだからね、違うと思うわ。ちゃうんすか？いや、だから、わからないですよ。今までの話、うん、知らんよ、はあ。
こういうことを議論することはあんまりええことないらしいんだけど、例えばじゃその人が来ました、キスしました、うん、やめてくださいって言って拒んだ、うん、じゃあ何もしねえなら敬礼。ああ、うん、じゃあダメダメ、じゃあダメでしょ。でもそういう流れやろな。流れはそうでしょ。それはじゃあ来た瞬間に言ってないやろ、玄関で何もしねえなら帰れ。そうそうそう、うん、あの何もしないと帰ってないからねって言ったわけじゃないと思うね。あのいろんなエロいことするけど、けどあの嫌やったら帰ってあここで言ったわけじゃない。ああそうか、だから山口メンバーはそれを言うべきやったよな、玄関で。うん、だからまず聞くべきやんな。酒飲んでちょっとエロいことしますけど何も嫌やねんったら帰ってもらっていいし、僕の意見言っていいですか。もうね、タダでやれるっていうこと自体がおかしいと思わなかった。あ、なるほど。僕と、うん、多分アイソさんはそう思ってる。いや、アイソさんは結婚しちゃったからあれですけど、アイソさんも同じこと言ったけど、うん、もうね、タダでやるっていうことがないんですよ。なるほど。はっきり言って別に売春するってことじゃないですか、はいはい、でもやるでしょ、うん、お金を渡さんともうね、こっちが持たへん。もうそういう体に、ふわふわ体に、でもそれぐらいの感じでええと思う。ああ、はいはいはい、なるほど。山口さんも、うん、でもうええ年やねん、うん、で僕はまあ1万5000にしてほしいですね、必ず値段は。え、一律高い。高いですか。それガモンさんの階段の値段やん。1階段の値段やん。1階段の値段じゃないやろ別に。そんな高ないやろ。5000円でいいです。5000円ですか。5000円。いや僕でも、ま、あの上限ね、上限。僕グローバル、はい、グローバルです。あ、僕もその1万5000円以下やったら全然上限、上限、はい、上限ね。でどんな滝沢カレンでも1万5000円。はい、でもその、はい、あれですよね、はい、ブルックシールズとかになったらちょっと古いわ、古いな。あのプライスレスになってきますけどね。そこだけは。古くし。足に保険1億円かけたいう話やろ。かかってますからね。伊賀ははるかは？伊賀はるかはもうしょうがないから2万円。しょうがないから5000円増し？5000円増しや。5000円増しな。他は石原さとみも1万5000円。1万5000円。はあ。石原さとみさん出てましたよ。あ、出まし、出てますね。はい、IT 社長と、はい、ショールームの人、ね、ああそうなの。ショールームっていうサービス使ったことある？私ね、使おうと思ってちょっと登録してみたんです。あれお金もらえるやつですよね、頑張ったら。投げ銭じゃん。そうそう、投げ銭、うん、だから あれと一緒やな、ライブ、あの FC2 ライブと一緒。ああそうですね。なんかすごいこうお金がなんか、なんかじゃあのなんか熊さんは1000円とか風船は100円みたいな。風俗やな、それ。そういうことですわ。あの調べましたけど、ええ、相性おあんまり良くなかったんちゃうかな。双子座やったかな、あの社長確か。へえ、若いっすよねまだ。あ、剛力さんはどうなんですか。剛力さんとあのあれは調べてないけど、剛力さん多かったですけど、何やったっけ、ゾゾタウンの、ゾゾタウンの、え、シャミ子さんの元カレ。そう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 ですね、はちょっと気になるんですけどね、調べましょうか。めちゃくちゃモテるなあ、あの人なあ、そら、なんかノリもええんやろな。ゾゾタウンだって、なんか顔かわいらしい顔してるやん。あ、これカスプやな、ゾゾタウンね。え、儲かってんのかね。めちゃくちゃ儲かってるよ。はあ、やばいんじゃないですか。もう儲けしかないやん。儲けしかないんや。11月22やな。ほう。11月22やから。75年。これ横山さんが。あ、信用しているサイト。作ったっす。嘘。あの相性占いのサイトここ。マジで？ここでアフィリエイト。アフィリエイト。いや俺これ知らずに使ってたから、ね。そうなん。そう、みんな結構。あ、でもね、ね、あ、どうでしょうか。ゾゾの社長分かりました。75年やから、はい、サソリですね。ああ、サソリか。サソリです、ね。サソリ何型なんやろな。何型かちょっと書いてないけども、ゴーリ、あ、大型やって。あ、ゴーリキ。ゴーリキさんは。剛力あやめ、あ、乙女座か、乙女座大型。
あ、まあまあいいな。あ、じゃあこのままゴールインしてっていうのが一番良いですが、いや、ゴーリキってなんかめっちゃいいやつそうじゃない、うん、俺も好きや、はっきり。なんかあのちょっと山口百恵っぽくないですか。またちょっとちゃうやん。ちゃう？あ、でもなんか、でもこれです、結婚して引退したらめちゃめちゃかっこいいなって思うんですよ。なんか性格が良さそうじゃない、ゴーリキはやめて、うん、なんか人間できてそうね。え、わかんないっす。わかんないけど、でも司会とかやるやん、うん、そうそうそう、一人で。あ、一人でやるの？あのアンビリーバーとか一人でしたからね。しっかりアンビリーバーやったっけ？今まで誰や？あ、だからそっか、先輩には上戸さんとかがおるってことね。武井恵美ちゃんとかおるわけですね。そうそうそう。え、同期ぐらいちゃうの？武井恵美ちゃうの？彼氏、彼氏ちょっとね、前田裕二さんね。はあ、前田裕二さん。石原さとみ、前田裕二さん、誰と浮世を流したっけ今まで。うわ、だ満州さんの。ああ、そうやそうやそうや、そうそうそう、それでも言ってええんやろか。言ってええの？ええやんな。有名なんすか。ダメな。まあ、ええと思う。じゃ あんまり知られてないやろ。 あんま知られてない。じゃ あの、まあ、そういう嘘ってことで、まあ、噂、まあ、噂、噂、いや噂じゃない、ほんまほんまやねんけど、まあ、そ、満州キツコさんの弟さんやね。あ、うん、あ、それは有名です。有名。あ、大丈夫。あ、わかんない。あの、私がよく行くバーのマスターが言ってた。あ、ほんなら。あの、弟さんが来はって。カメラマン。あ、カニ座か。カニ座、ね、そうやな。ショールームの社長、カニ座。石原さとみさん、ヤギ座。沖縄でね。うん、まあ、あんまり悪くはないですけど、けども、僕がすごい信用してる、なんか、いろんな占いを総合して、はい、あなたと相性のいい芸能人っていうのを出してくれる占いサイトがある。なんなんそれ、見てほしいわ、私も。あるんですよ。そこで見たら、僕と一番いいのは石原さとみさんです。120% ぐらい。120?100 以上ってあんねや。あるある。そう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 。俺は仲間由紀恵やって。そうだね。仲間さん確か、天秤座やったっけ？天秤座でしょ。県民同士ってこと、うん、そういうのがあって、うん、だからショック。石原さん、まあ聞いてると思うけど、うん、沖縄で聞いてたんじゃないですか。過去放送、過去放送聞いてたの。石原さとみさんはね、もう僕なんです。そうそう。一回聞き出したらもうボーイズトークまで聞くから、石原さんも。石原さとみもボーイズトークまで聞くから全部知ってはると思うね、須山さんが言ってること。なるほどね。僕なんですよ。うん、悩んでる。最終的にはそうかもな。でもちょっと戻ってくるかもしれんな。な、ゴジラでちょっとすみません、ディスったから。違う違う違う。お前や、ザラザラ何来とんねんて。違う違う、ディスってない、違う違う、ディスってないで。ゴジラで滑りまくってるでしょって。うん、あ、違う。でもあれは出てさ、石原さんがさ、悪いわけじゃないやん。そうそう、それは。違う、だからええんや。そうそうそう。あ、そうなんや。そうそう、嫌いな、そうや、ディス映画で馴染んでない石原さんは、いいんじゃないかって。そうや、うん、そういう話です。んじゃあ、あんなザラとか言わされてってことないよ。そう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 。ザラなんか着るかいって思ってますよ、石原さんも。もっとええもん着るからね。ねえ、どう考えてもザラあるって、うんうん、いや、でもあれはザラがスポンサーについてるってことやとは思いますけど、ね、うんうん、まあ、そういうことやと思います。まあ、そらええねんけど、うん、何の話、石原さとみさんね、まあ、だからまあそら前田さん、前田さんもそらいいですけれども、うん、諏訪山のとこへ戻ってきてほしいなっていう、うん、でもその稼いではる芸能人の人ってやっぱ稼いでる男性が好きなんですかね。好きですよね。あ、やっぱりそうなん、自分でも稼いでるけどそれ以上やっぱり好きじゃない。あの伊藤美咲やったっけ、はあ、誰だった、うん、伊藤美咲、誰と。伊藤美咲さんってすっごい綺麗な女優さん。綺麗綺麗綺麗。もうほとんどほぼ引退状態やけど。もうモデルみたいな。そう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 。うん、アンナもなんかパチンコ屋のすっごい お金持ちと結婚したりとか。あ、やっぱりお金は好きなんですね。うん。もうだと神田うのとか。そうやわ。うん。さえことか。やっぱ欲しいんやな、お金が。うん。いや、それはね、多分彼女らに言わしたら金が魅力なんじゃない。何ですか、そう、金を生み出す、その本体、そう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 。あ、だから。本体がやっぱり
オスとして優秀ってことですよね。まあ嫌な言い方したそうです。そういうことです。だから、うん、その、うん、DNA でやっぱり女の人はよりいい子孫をやっぱり残さないとダメだから。ああ、うん、なるほど。やっぱ自分で稼げる男。本能が、本能がそういう優れた男を求めるってこと。それがやっぱ女優さんはその鼻が利くというか、うんうん、選ばれるのに値するということ。そう。ああ、そうですか。なのかなって。うん、今思いましたよ。だからいやいや、それこそそれね、花井さんこそそういうどっちかって言ったら、うん、まあ俺らの中では一応芸能界に片足突っ込んでるというか。私もメンヘラしかも。メンヘラはまた違うじゃん。メンヘラに寛容な人。メンヘラ職業とかとは関係ない。なりたくてなるもんじゃないから。あ、そうです、うん、だからどうですか、業界的にそういうやっぱお金持ちがみんな好きでしょ。うん、どういうでももう苦労、うん、せずに生きては生きたいですけど、ね、うん、でも金持ちになれへん人生を歩んでもうてるからもうしゃあないですよ。分からへんや、そんな分からへんや。若い時に言っとかんとあかんでってずっとおばちゃんに言われたのに、その若い時に若さって最大の、うんうん、なんていうの、美しさという財産なんで、女の場合はね、うちらもあの、うん、男尊女卑で育ってきてるんで、やっぱ若さが女の最大の武器で、もうオリハルコンを持ってるわけですよ。の剣を持ってて、魔王も倒せるような剣を我々は持ってるんです、若い時。だからその時に、なんか、ほんまに20代前半で、ええ男を捕まえとけよってずっとおばちゃんに言われて育ってきて、あんたはもう、そうして幸せになるしかないんやと。そう、なんですけど、全部無駄にしているんで、もうダメですね。いやでもそういう自分の生き方が好きなわけでしょ。まあ言ったら後悔はしてないでしょ別に。そうね、やっぱり、うん、あ、私も全然結婚願望がなかった。だからそう、おばちゃんに言われた時にも、うん、小学校の時からずっと、うん、だからそれでコンコンと言われた時にも、それを思い、今その時はどうだろう、今思い返してそうしとけばよかったとは別に思ってないでしょ。そうなんで、ね、だからやっぱ自分でその稼いでいかんとあかんって思って、うん、男なんかだから全部離婚家系なんで、うちそう、あの男になんか頼ってたって、うん、あの、うん、ろくな目に合わないですから、どうなるか分からへんねんから、自分で、うん、稼いで自分で生きていかない、一人で生きていかないといけないっていうのは、その小学校の時から学んでますから、やはり養育費なんかくれないですよ。そう。いや、ちょだから、うん、どういうんかな。そう、やっちゃうんですか。だから今幸せでしょ別に。でも今そのだから家が複雑やったから。あ、しないとおるな、私が。いや、もうええわ。いや、それは、あの、要するに、いろんなね、うん、あの、そうそうそう、虐待を受けたとか、そういう、まあ、生い立ちにね、そう、思うところはあるんですけど。でも、そういうところに生まれたからこそ、今、うん、あの、誰にも、だから、声優になるって言った時も、止められなかったんです。止められる人っているじゃないですか、そんな芸能、そんな、なれるわけないねんから、みたいなんで、うんうん。やりたいようにやってきたってことね。そう、だから自分が、全部自由やったんです。そう、お金がないから、生きたい。うん、専門学校とか行けなかったんですけど、うんうんうん、行きたい養成所とかあったんですけど、うんうんうん、やっぱ年間100万とかかかるし、だからすごい行きたかったけど、うん、でもなんかそのなんとかお金をかからへん方法でその授業料免除になるオーディション受けてそれに受かってみたいな、だから何クソ根性だけで憎しみの中から私生まれてきたんです。そうなんですよ。だから、いやいや、まあ、だから、その結果、今何の不満もないでしょう、別に。そうなんです。ただお金の不満、だから、最近ほんまに、だからリアルに年取ってきて、思うのが、やっぱりね、イオンとかに行って、フードコートとかに行ったら、ずっとそこにおる、その、スーパーのガラガラあるじゃないですか。あれにいっぱい、もうビニール袋積んでて、その中からいろんなもの出てくるんですけど、一日中おるおっちゃんおばちゃんがおるんですよ。だからそれを見て、あ、なるなって思って。なるなって思ってるんです、最近。だから。いや、俺はでもあれを見て、あ、花井さんこんなんなるやろなと思ったやつがあるね。何電車で、あの、怒ってる人？ドアの前でずっとな、なんか、あの、あ、それは、それ、なってる。なってる。それなってる。なってんの？なってる。なってないってことだね。なってんねん。それは、風呂の時にようなる。風呂？家でやるの別にやで。公衆の面前でやるかどうかや。あ、それは、だから、まだ、そこは止まってる。バイトの時に、
あのバイトの時に一人になったらやっぱりやってまうから、その倉庫で一人、私雑用係なんで倉庫に一人の時にブツブツ言ってる時に、あの入ってこられたら困るじゃないですか。だからそういう時にはあの足、あの婦人服なんですけど、その洋服のタグつけるのピストルってわかります？そのタグつく、あの先っぽ尖ってる針あるじゃん、あれを太ももに刺すんですよ。あの出てきてもうたら、ああ怖っ、じゃもう帰りたいとか言うから、怖い怖い、じゃ別の話、家やのに、はい、家におっても、家におって風呂に入ってても帰りたいとか言うんですよ。でもそれは家で一人やからいいねんけど、家におっても帰る場所がないんですよ。そうそうそう、いやんですけど、そのバイト先でやっぱこうちょっと出てきてもうたら、で全然思ってないこととか言うんです。なんか犬とか、帰りたいって言うけど帰りたいわけではない。そうそうそう、だからあのそこにいたいのに、脳みそと口から出してる言葉は違うんです。その心と別に思って口に思ってることだから、なんかそれでもバイト先で、でもそれってもう二重人格の始まりちゃう。え、でもバイト先でだからその倉庫で一人になったら、ゆきこちゃんゆきこちゃんみたいなのが中から出てくる。なんか犬とか豆腐とかなんかそういう風な、だからもう何言ってんやろって思うんです、たまに。はって、あ、自分、あ、ゆきこが青色好きやわとか言うんです。別に青色好きちゃうのに。あ、黒が好きなんですけど、まあ青も好きやけど黒の方が好きやし、一番好きな色黒やし、なんかそんなんとか言うんです。雑草が食べたらどんな味、あかんやんそんなんしたらとか言うんです。うん、怖っ。だからそれ言ったらやっぱピストルで足を刺すしかない。ああ、それで抑えてんの。それで抑える、そうそう、やっぱ聞かれたら、だから気づいてない。だから自分の大きい声で気づくんです。何の話？石原さとみですね。石原さとみの話ですこれ。石原さとみの話でしょ。だからほんなら、まあ、ちょっと前半最後やけど、芸能人誰が一番綺麗でした、会った中で。あ、でも私声優さんやからね。ああ、声優ばっかり。そうなんですよ。あの声優さんとかは、あの、会ったことある、あの綺麗な声優のやった、あの今の声優大体綺麗、あの平あ平野綾さんは会ったことないですね。そうそうそう、あの高校生の時に制服でね、あのアテレコ現場に来てて、ああそう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 、会ったことはないないですね。うん、あのうん、そうそうそう、会ったことない。うん、女優さんとかはま、あんまり、あんまり付き合いないです。舘ひろしはありますね。あのゴルゴのクールスや、ゴルゴのあの声優してたんですよ。はいはいはい、そう、それでなんか出てた、羽田も出てた。私同じスタジオやったんですよ。 A スタ B スタがあって、ほんでこう、うん、朝行ったら、うん、めちゃめちゃあのスーツ着た男の人たちがブワーっておって、うん、SP みたいな軍団、うん、軍団です、軍団です、うん、ほんでえってなって、うん、でスタジオ入った時、え、何なんですかって、あ、うん、ゴルゴで今タチさん来てんねんって言って、うん、はーって言って、へそうそうそう、泣かないで、どうせ泣かないで、すごいですよ。だからそのアテレコ現場の時でも周りにいっぱいすごい人おるんですよ。炊き出し始まる感じの、あ、そうなの、石原軍団や、そうそうそう、すごいなと思って、めっちゃ壊されんねんで、めっちゃ壊されるいや、めっちゃ壊される。田中さん全然食べられへん。タチヒロシ、田中さんちゃうちゃう、あ、そうそう、ガモさん全然食べられへん。タチヒロシさん何型やろ、 A 型やって、はぁ、ちょっと同じ血液型や、え、